えそんなわけで今日の特集なんですが、まあ、漫画はね、えー、古本屋さんに行って、ブックオフじゃないやつね。えー、まあ、ブックオフにもなくはないかなとは思うんですけどね。なちょっとあるんだけどね。まあ、そうじゃなくて漫画好きのための古本屋ってあるじゃないですか。まあ、そこに行って、えー、どんな漫画を買ったらいいのかっていうね。その時に、なんかヤンさんとか見てれば、手塚治むとか、長いごとか、そういう話、あの、やたらと言葉出てきますからね。長島真二とかね、たまに言ったりとかしますよね。で でもほとんどの人が、長島真嗣と水島真嗣の違いが分かんないと思うんですよね。もうね、もはや、<laughs> Z 世代は。Z 世代水島真嗣知ってんのかなみたいなね、ちょっとありますよ。本当に。えー、その状態で飛び込んで、長島真嗣と水島真嗣の漫画間違えて買うってことはないかもしれないけど、あったら逆にラッキーかなと思うよね。<laughs> で,で,で、その、その辺どうしたらいいのって話ですよ。で、 あの特に困るのが長編漫画だよね長編漫画の傑作もあるんですよだけど全部読むの嫌だよねだからどっから手をつけてるか分かんないみたいなさであと ドカベンなんかにも顕著なんだけど、何巻ぐらいが一番面白いかって話あるじゃない。で、ドカベンも1巻から、あの、柔道編が好きっていう人もいるんだよね。<laughs> 1巻から7巻ぐらいまで柔道、柔道やってますからね、野球漫画じゃなくて。で、そこもいいよねって、こないだの皆川良二さんとその話してましたけどね。皆川さんも柔道好きだったんだよねって言うんだよね。<laughs> ただその柔道に出てた選手が、その柔道の人たちが、野球に出てくるのはちょっとどうなのみたいなさ、なんか、そんな話してましたけど、 ま、そんな感じで、皆川さんが思うドカベンの一番面白いところは何巻と北川翔が思うのは34巻とか言ってましたよね。俺どっちかっていうと、北川の言うことも分かるんだけど、俺ちょっと若干、あのー、皆川さん寄りだったんだよね。皆川さんの言ってるあのあたりすごい良かったみたいなさ。でもこれね、分かんないでしょ知らない人は。は困るよね、本当にね。だ、一個ずつちょっと言ってみますね。 できれば、90年代以降の漫画、古本や、古本は、まあ、あんま買わなくていいんじゃないのなんか、主に電子になってるっていうのと、あとね、90年代以降ね、漫画売れすぎてね、劣化が始まるんだよね。どういう劣化っていうかっていうとね、連載の引き伸ばしが始まるからね、 間延びすんだよね、どん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 ね。で、その、なんか、一週間でこれしか話進まないのみたいになってくんだよ。だからね、みんなが知ってる大ヒット作でも、中盤以降はだら、だれてるってのすごくあって、それをね、間違って買っちゃったりとかすると、何このレベルみたいなことが起こるの。だから、 長編はね、避けた方がいいかもしれない。90年代以降でも、例えば3巻ぐらいまで、最初の序盤3巻ぐらいまで読,読んでみて決めるっていうのはあるかもしれないけどね。でも、こち亀とかは別だかもしんないけどね。その時代の、えー、話をオムニバスでやってるからっていうのはあるかもしれないけど。でも、なんか古本屋でこち亀買うのもどうかなと思うしね。別に。そう、古本屋じゃなくてもいいかなっていうのはあるんで。なので、えー、僕があのおすすめするのは、まずはね、短編集。 あの、単行本一冊で完結している単行本って結構あるから、そ、それを選ぶのがいいかなって思いますよね。あとね、初期短編集とかね、あの、作家の大ヒット出す前の初期短編集っていうのが結構あって、で、これは、あの、過去の作品になればなるほど、質のいいものがありますよねえ。本当に。あの、大作家、 あのかなりの確率で大作家は途中からだれますから <laughs> 飲み行っちゃうんですよ。<laughs> アシスタントに任せてもうね食えちゃうからだけどそのそんな大作家が食えない時に書いてた漫画が一番俺おすすめなんだよねそれはあの市場に出てないしあのね熱いんだよねちょっと読みづらかったりもするんだけどそれが良かったりするんであの、まあ、レジェンドで言えば松本零士さん なんかは本当にあの「銀河鉄道前」っていうのがねいい本当に傑作が傑作っていうかいいんだよねアーティーですごいいいんだよね。であの四畳半物は一冊読めばいいかなと思います。あの男ドアをなんでちゃん男男っんだっけおとか大四畳半物語とかっていうのは一冊読めば、まあ、こんな感じかなって分かるんだけど、まあ、西部劇とか SF 短編とかで結構いいのがあって。 あとなんか戦記漫画シリーズ書いてますからね。あれも一冊読んでみたらちょっと松本レイジ全然違う印象になると思います。で、あのー、銀河鉄道の序盤5巻ぐらいまでは本当に素晴らしいので、おすすめは70年代から80年代中盤ぐらいにかけてがもう本当に油が乗ってて素晴らしくて。で、この松本レイジさん、 1>, 1月25日生まれなんですけど、これと同じ誕生日に生まれてる石森翔太郎さんいるじゃないですか。石森翔太郎さんも同じことやんですよね。だからセンス一発、ロマンチック、えー、それから画面作り美しい。で、女が綺麗。えー、っていうさ、なんかあのー、 そういったところすごく似てんだけど、松本玲治さんと。あの、この人も本当にもう、あの、アイデア一発、序盤最高、途中から投げ出すって、あとアシスタントにお任せってまあ、飽きちゃうみたいなパターン多いんだよ。一番おすすめは純ですよね。あの、手塚治虫が嫉妬したというね、あの、最もアーティーで、あの、ロマンチックで、 えー、まあ当時の先端っていうかねまあセリフがないっていうねその叙情的な漫画「純っていうのがあってこれがまあいかに当時新したかったのかってもし純の復刻版かなんか見つけたらおすすめですよね買ったらいいんじゃないですかね。あのであとは石森翔太郎はあの俺が思う石森翔太郎のすげえいい,い,い時って あの、すげえ描いてるんだけど、アシスタントもちゃんとしてて、すごくその絵が充実しててっていう、キカイダーの頃じゃないかと思うんですよね。キカイダーとかイナズマンとか描いてる頃で、えー、仮面ライダーも、ま、もうちょっとしかないんですけどね、悪くはないんですよね。あれは企画先行で、まあ、漫画も描くか、みたいな感じでやってるんですけど、 あの頃の、その、石森翔太郎の自然描写、あの、アクション描写とか、まあ、後の影響はもう測り知れないんで、あれと、まあ、お馴染み龍神沼ですか <laughs>、くらいは、あの、抑えてるのもいいかなと思いますね。で、とにかく、その、時はそ世代の初期作品って細かいんですよ。だから、見つけたとしても読みづらかったりするんだけど、これもね、分かってほしいのが一つあって、あのね、当時ね、 テレビなかったりするんですよね。だからトキワ荘の青春とか言ってテレビないじゃないですか、あれ。テレビないんですよ、あの頃まだ。トキワ荘の、その漫画少年で連載してる頃のとかね。で、漫画少年自体も絵物語っつって半分小説半分あの差し絵みたいな。で、漫画のページはすごい少なくって、つって。で、少ないページで話も,もう、てんこ盛りにするんで、コマがとにかく細かくて、量が多くて、で、情報量が多いって。 で、その、そのせ、その縛りの中で、手塚先生がめちゃめちゃレベル高いことをしたもんだからね。あの、火の鳥、ローマ編とかさ。まあ、ジャングル大帝もそうだけどね。あの、ちゃんと書いてたんだよね。あの、神保町なんかに行けば、なかなかそうですけど、あのね、昔の雑誌が売ってんのね。で、これはすごいっすよ。あの、70年代の少年ジャンプとか売ってんだよね。で、 1> 1冊500円とかで、売ってたりするの、ね、でまあ、あの、プレミアついてるのもあるんで、高いのもあるんだけど、でも俺が小学校の時に読んでた少年チャンピオンが、1000円以内で買えたりするのって、やっぱりちょっと感動するんだよね。あと、なんか俺がデビューした頃のモーニングとか売ってんだよね、普通にど。どうなってんだと思うけど。で、その中でね、あの、ガロとかコムとか、60年代の後半に、まあ、段階世代の大学生に向けて、 作られた、えー、漫画専門誌だよね。いわゆる少年マガジンとか少年サンデーとかっていう王道の少年のための漫画っていうのじゃなくて、青年のための漫画っていうのかな。まあもちろんそのビッグコミックとかも始まるんで、青年コミックの中では始まるんだけど、ガロと、ガロは特にそのも最も遠かってたんだよね。これが売ってたりすることあるんだよね。だからガロ売ってたら一回買ってみってう、ね。 な、で、そのガロは、えー、古いほど凄まじい。だけど、80年代ぐらいまでのガロは、 えー、変遷はしていくんだけど、刺激的なものが多いっすよ。ただ、まあ、復刊されてからのガロは別物ですね。一回、その休刊になるんですけど、その休刊になるまで、80年代の、まあ、半ばぐらいまでのガロは、糸石警里さんとか書いてるもんね。だから、下手馬前世紀のガロっていうのがあるんですよね。その、その、その時も、山田紫さんとか、内田俊樹さんも書いてたかな。なんか、その、いろんな人が、その、あとなんだろ、エビスさんとか書いてるね。 書いて何しろ原稿料もらえないからね原稿料もらえないのにのせガロに載せてくれっつって漫画家が行くんだもん三浦淳さんもそうもう、ね、で原稿料もらえないけどここでデビューするっつってでそこで なんか断られたのが、あの、釣り吉三平の矢口さんだったりしてね、なんか、あなたは、えー、ガロじゃないって言われて、マガジンに行って、釣、えー、り吉三平を書いて大成功するんだけど、まあ、そんなね、その、長井勝一さんっていう伝説の編集者がね、作った、まあ、個人的な雑誌ですよね。それが、なんで、あのー、 まあ、あ成立したかというと永井さんが「カムイデンのためかに」に、えー、雑誌をわざわざ作ったっていうねだからそのある漫画家のある作品のために雑誌立ち上げてるっていうのはそれがガロの始まりなんですよねでそこにあの水木しげるさんね水木先生が入って、えー、白土さんと水木しげるの2枚看板から始まるっていうのがガロなんでこれ文字はもう発見したらやばいんでまあ高いかもしれないねだからまあ安くあったらそれ ってみ,みると当時の何か恐ろしい熱気っていうかなその60年代の漫画の最先端っていうのがいかにアートだったのかっていうのが分かるっていうね話ラブコメで何がいいのかっていう話ちょっとしたいんですけどまあ、僕ラブコメ漫画家やってましたからねだからボイミッツガードドキドキ漫画ですよねそこでちょっとだけ血が入ってくるっていうとこのラブコメ漫画なんですけど、うん、少女漫画 と少,少年漫画合流し,していくっていうのが、まあえー、80年代にあるんですけどその時にあの